パオラルフォーディカラブリアは、ベルギー国王アルベール2世の王妃。原国王、フィリップの母。空軍のエースだったイタリア貴族フルコ、ルフォーディカラブリア公とその妻、ルイーザの三女として、イタリアのフォルテデー・マルミで生まれた。幼少時代をローマで過ごし、1946年に父を亡くした。ギリシャイコールラテン文学を学び、イタリア語、英語、 フランス語を話すことができる。1958年、ローマ教皇ヨハネ23世の即位の式典のために、ベルギー国王の使者として、ローマに来たリエージュ校、アルベール王子と出会った。二人は1959年7月2日に、ブリュッセルで結婚し、バルベデール宮殿で暮らし始めた。二人の間には、 フィリップ王子、アストリッド王女、ロラン王子の三子が生まれたが、アルベールとの結婚生活は、決して順調ではなく、共に愛人の存在があったり、長い期間別居していたために、離婚の調停が進んでいるという噂も起こった。1970年代の終わりには、二人の結婚生活は危機を乗り越えた。しかし、多い継承権が第一位であった、アルールのであるにもかかわらず、 パオラは、公の場に姿を現すことが少なく、公的な役割を十分に果たすことをせず、公衆の前でスピーチをすることは、決してなかった。パオラは、宮殿内に安らぎを求め、ガーデニングや、インテリアなどに興味を持った。1993年8月9日に、アルベールは、アルベール二世として国王に即位し、パオラは55歳にして、王妃となった。 パオラの父方のソボロールモセルマンデューシュノアは、ブリュッセル出身のベルギー人であり、ベルギー人の血を引く初めての王妃となった。ありがとうございます。